朝五時起きだ。眠い。さあ皆さん、おはようございます。おはようございます。ハリーポッターとは全く関係ないけれど、見た目だけはハリーポッターに寄せました。花江夏樹です。はい。私がハリーポッターです。本物。ちょっとさ、やめてもらっていい？ありがとうございます。どっちがハリーポッターかわかんないから、もうちょっとやる気ない。いやまさかね、はい、自前でワイシャツ持ってくると言ってそれは。ちゃんと杖もね、杖もね。あー、ニワトコ。うわー、こっちはこれハーマイオニーのブドウの木の杖。ルーモス。あー、来た。うわー、もう豪華で、もうここよ。明るいわ。いや、なんて最高ですね、うん、ちょっとあのドラゴンにも戦ってください。アグラマイティ。いやいや、水。どうしたの今日は。あのですね、こんな朝早くから。あ、ちょっといいですか。アクション。おー、さあ、これ以前ですね、チャンネルの方でホグワーツレガシーを我々プレイしたんですが、楽しかったです。なんとですね、今度任天堂スイッチ版が発売されるということで、あら、その発売記念案件いただきました。ありがとうございます。でもゲームだよ。はい、ゲームをやる施設ではないよね。ここは一体どこなんですか、賢章さん。ここはワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。おー、このスタジオで今回はですね、視聴者プレゼントをかけたミッションに挑戦したいということなんですよ。なるほど、はい、ミッションアクション。すいません今回は制限時間内に3つのミッションをクリアし、視聴者プレゼントを手に入れろ。なるほど、はい、なるほど、ね、という、こんな企画をお届けしたいという。面白いじゃない。ところでございますね。いろんなミッションをね、ええ、何がプレゼントされるかはまだまだお楽しみということで、はいはい、ちょっとこの、まあ、施設について、はい、もうちょっと詳細に。ああ、いいですね。はい、賢章さんに、はいはいはい、ちょっと軽くご説明していただいて。もう何度か来て、もうさらさらと言えるはずなんですけど。いや、もうね、知り尽くしたと言っても過言ではないし、なんならここのオープニングセレモニーにも私参加させていただいております。なるほど。こちらはですね、はい、今年6月にオープンしたばかりの世界最大のハリーポッターの屋内型エンターテインメント施設で、映画ハリーポッターシリーズの象徴的なセットや舞台裏に足を踏み入れることができ、魔法ワールドの秘密を発見しながら様々な体験ができる施設です。本物の衣装や小道具が見られたり、映画の世界に入り込んだような写真や映像も撮影できたり、とにかくヤバすぎる施設なんです。なるほど、ちょっと楽しみですね。僕初めてなんで。初めて。はい。あ、でももう気合がすごい。完全に初めてなんですけど、もうエンジョイ、もうエンジョイするために。もう完全にさ、ハリーだもん、ね、やっぱりもうね、形から入るタイプなんで。あ、もうレガシープレイするにあたっても僕も映画全部見て、ファンタイムも全部予習して、で挑んできてますから。なるほどね。いよいよスタジオに。でもイメージはハリーでやってる。そうだよ。やめてそれ。絶対やめて、もう。まさか。ちょっと僕のあれに合わせてパトローナムいいですか。あ、いいよ。エクスペクトパトローナーム。じゃあちょっと行きますか。はい、いよいよだよ。いよいよ。もうね、ここが入り口なんですね。ここがまあエントランス。もうワクワクしっぱなしよ、多分。すごいな、広いな。僕についてきて。あ、来た来た、本物だ。うわ、すごいぞ。すごいでしょ。でか、こんなでかいっすか。エントランス。うわ、入ってくると見覚えありまくりのこの扉が待っています。この扉。うわ、もうこれだけでテンションやばいよね。いや、もうなんか俺賢章さんの友達でよかったわ。え、すいません、本当ありがとうございます。いやいやいや、まあまあまあ、こんなだって今日もね。まあ僕がこう言った。お、あれ、挑戦状が来ました。お、もう、はい、あれなんだね、早速俺が
ちょっと人ボケしようと思ってるタイミングでももうスッと来るんだね。もう今日やっぱり、うん、その時間がないんで、制限時間以内なんで、あ、そうかそうかそうか、っていうところでね、はいはい、余計なことね、読みます。はい、2つまずミッションを発表します。なるほど。第1のミッション、動く絵画になれ。はぁ、動く絵画になれ。第2のミッション、魔法を習得しろ。これはしたい、これは絶対ね、したい。これはしたいよ。はい、ということで、はいはい、まあ、この扉をくぐって、ちょっとミッションをクリアしに行きましょう。いよいよ。はい。アロホムラ！おー、来た。よし、これで。これで開かず。じゃあ行きましょう。はい。せーの。おー、すごすぎ。これね、見覚えありまくるよね。すごいっすね、これ。うわー、いいよ。こんなに広いの？大広間ね。みんなでここでご飯食べてね。ここでね、ご飯食べてね。ここでだってもう点数の発表とか、いやそうだよ、組み分け棒とかね。そうだよ。うわー、みんなの衣装とかこうやって飾ってあったりとか。で、やっぱあの位置にはいるわけですよ。あの位置はね。お、本当だ。うわ、ダンブルドア校長だ。すごい。これスネープ先生も。たまんないよね。マグオナガル先生もいる。これしかもちゃんとこの役者さんたちのマネキンをちゃんと作ってる。え、ハグリッドってこんなでかいんですか？このでかさみたいよ。これわかる？これ何だか。え、この？この砂時計みたいなやつ。あ、これちょっとわかんないです。これは現在の点数を表しているんですよね。ほら。ああ、なるほど。つまり今グリフィンドールが一番。そうなんだ、みたいなことがあったりとか。スネープ先生とか超かっこいいもんな。スネープ先生かっこいいな。ただまあ動く絵画にはまだ今のところ慣れそうにないんで、ちょっと次どんどん行ってみますか。サクサク行きましょう。来ましたね。来ましたね。1個目のミッションなんだっけ。1個目のミッションは動く絵画になる。もうここじゃん。ここだわ、完全に。うわ、すげえ、これ動いてるもんね。すごいわ。うわ、すげえ。お、来ましたね。うわ、ここ動くの、すごい。うわ、何回見てもすごいもん、ね、これってことはミッションいけるんすか。いけるんじゃない。第1ミッション、動く絵画になれ。完全にあそこだね。あれだ。うわ、ちょっと行こうよ。いいですね、これ。これ俺もやったことないわ。あ、本当に。うん、初めてやる。めっちゃ楽しみ。え、だからあの動いてるやつになれるんですよね。うわー、え、ほんとだ。オリジナルの動く肖像画を作成する。 あと4秒。よし、これがカウントダウン始まってきた。いったか。これがもう出るんだね、映画ね。これがもう映るみたいよ。よし、ちょっと探しに行こうか。あるか。ある、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 ある。はいはい、戦って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 、あ、もう戦い疲れて、あ、仲直りしない。仲直りしない。ずっと戦い続けてる。ずっと戦い続けてる。これいいっすね。ミッション無事クリア。クリア。よっしゃ。よっしゃ。次。ありがとうございます。次行こうか。じゃあどんどん行こう。時間ないからね。よっしゃ。いやー、広いっすね、やっぱりね。はいはいはい、はい、次のミッションもう来たんじゃないですか。もうここは完全に来ているはず。来てる、来てる。何でしたっけ？次のミッションは、はい、魔法を習得しろ。あ、一番したいやつね。よし。じゃあやりますか。やっていきますか。じゃあこう独学。あれ。お、あ、さっきのカットインの先生。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回レッスンを担当させていただきます。よろしくお願いします。先生、ここでは映画の俳優のように杖を使って決闘のやり方を学びます、はい、まず杖腕は後ろに来るように横を向きます。右手に杖を持ってらっしゃいますので、2人とも右側の壁に向かっておへそを向けてください。そして膝を軽く曲げ、上半身まっすぐ、姿勢をまっすぐ保ってください。ありがとうございます。そして杖で頭の上に持っていき、杖先がターゲットに向かってまっすぐ向けてください。そして杖を持っていない方の反対側の腕もまっすぐ伸ばしテーブルに向けてください。そして呪文を唱える際に杖をまっすぐ持っていき引く。
スイッシャーとフリークラブで、次にもっと強力な呪文、エスペリアンスに挑戦した。得意。エスペリアンサーと得意な呪文の一つです。相手が全モンスターでなければ攻撃される心配はありません。さあ、もう一度強く考えてください。いや、これ賢秀さんだけでちょっと一回やった方がいいんじゃないですか。いや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 、一緒にやろうよ。いやいや、それでは一斉にエスペリアンスと参りますよ。3、2、1、エスペリアンス。本物来た。ポール・ハリスは俳優たちに演技の中に個性や特徴を取り入れるようとアドバイスしました。そうすることでよりイフリティアンしていくんですよ。ちょっと音色の音声をおかしくなってきました。おかしいぞ。安心してください。こういった照明や音響は俳優たちがよりリアルな演技をするために映画の撮影現場でよく使われますから。ですが、これちょっと私も聞いてませんね。どうでした？このしっくりきてました？なんかやっぱり初めてじゃない感じしたんですよね。ああ、やっぱり、なんかすごい言い慣れてる感はあったなっていうか。まあ正直言うと、まあ先生よりうまくできたかな。あ、だいぶきてますね。先生には内緒だけど。先生には内緒、先生には内緒。俺やっぱ本物だった。次行こう。あんま言わない方がいい。あんま言わない方がいい。あんま言わない方がいい。ちょっと弱くなっちゃうから。森に来ましたよ。ここは禁じられた森ですね。禁じられた森。すごいよね、作りが。すごい。本当に。本当すごい。あ、ハグリッドいる。ハグリッド。ハグリッドとバックビーク。でかいなやっぱ。でかいね。これちょっと写真撮ります？あ、写真撮ろうか。写真ね、せっかくならね。はいはいはい。写真っていうかなんかこの。うわ。めちゃめちゃ乱れてる。バックビークに挨拶しや。これちょっと挨拶しよう。ちょい。次だ。呼ばれてる。ようやったすごい。すごい。認められた。認められたね。うわあ、もうマブダチだね。はい、チーズ。さて、誰から挨拶する。はい、オッケー。楽しいんだけど。普通に楽しい。すごいな。めちゃめちゃ楽しんでるけどさ。はい。制限時間あったよね。もうやばいっす。え、やばい？もう結構やばそうなんですけど、ただ次のエリアぐらいが、はいはい、もう最終ミッション、あ、まだ発表してませんけど、そう用意されてるみたいなんで、はいはい、テスト行きましょう。行くか。はいはいはい。ということで、なんかいい匂いしてきましたね。来ましたね。うわ、バックロットカフェでございます。バックロットカフェ。はい、ここね、本当に広いんですよ、施設が。うんうんうん。で、まあ途中でね、休憩とか、はい、うん、まあここでしてもらえるよっていうようなところなんですけど。わ、いっぱいメニューが。これもう量ごとのなんか、ね、コンセプトプレート。うまそう。実際ね、ここでは僕ちょっと食べたことないんで。あ、そうなんですね。そう禁じられた森のサラダ。こういう俺マンドレークとか入ってんだろうね。入ってんすかね。あとはなんて言ったらもうヘドウィグケーキだね。わ、かわいい。これめちゃめちゃかわいいですね。ヘドウィグ。ステップ。さっき習ったばっかりの先生。カットイン先生、ありがとうございます。ありがとうございます。
そっち、そっちにさっていくので面白い。来た、ラストミッション来ました。ああ来ましたか、ここで発表します。ホグワーツレガシーの闘技場をクリアしろ。あ、はい、まあ、確かにそうです。今日ホグワーツレガシーですもんね。そうなんですよ。あ、まあホグワーツレガシーいろんなことできますけど、うん、やっぱりこのバトルが面白いのではないかということで、うん、高難易度のバトルに挑戦していただきます。おー、なるほどね。次々と迫り来る敵を、うん、このロケの終了時間までに倒し切ったらクリア。なるほど、はい、なんだ、なんか3つ目の、ミッション、はい、バタービールで泡のひげを作れとかじゃないんだ、ね、いやもうそんなもう甘いもんじゃないですよ。 もっと難しいか、はい、さすがに。しかも今回は、うん、賢秀さんにプレイしてもらいます。いやいや、ちょっとそれはやめよう。よし行きましょう、時間がない。俺時間がない、急ごう。僕についてきてさあ賢秀さん、はい、やりますよ。もう時間ないんでやってほしいよ。いやいやいや、もう今までは僕がずっとプレイしてたんです。プレイしてたよ。賢秀さんはもう見てただけ。ずっと見てた。そう、離れたところリモートでやってたっていうのもあって、うん、賢秀さんできなかった、うん、今日やるしかない。ちょっと待ってよ、最高難易度のこの ここに来てバトルあり。白子の言わない。ちょっと待って、いや言わしてくれ俺今日初めて触るんよこれ。いやいやいや、やっぱりそれで高難易度の。そうです。やるの。はい、ここ。ただこちらもですね、うん、あらゆる呪文身につけてますんで、はい、それを駆使してちょっと、もうあとはもう長年のテクニックで、うん、時間ないしね。そうですよ、やっちゃおう。やってみてください。さあ始まりました。いけるか、ここに来て高難易度ミッション来たって。なんかね、どんどん敵が出てきて、はいはいはい、まあ、ウェーブが来るらしいんですよ。それを全部まあ捌けばクリアということで、はいはい、第一ウェーブ。やばー。おー、ちょっと待って、来た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 。あのね、闇魔法使えるんで。はい、羽ばたけたブラ素晴らしい。ただただ1回使ったらしばらく使えないんで。マジ？他の呪文で乗り切ってください。お、来た来た来た。あ、アクション、アクション使います。アクション、アクション。それそれは古代のアクション。あ、いい、うん、あー丸が、やべ、うん、まあいいですよ、でもいいですよ、うんうん、でもいいですよ。あ、でも、あ、いい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 、あ、いいですよ。L1 と R1 同時押しで使えますよ。ルーモス、それルーモス、そこそこ全部ルーモス。ちょっと待って、その呪文セット全部ルーモス。やばい、この三角何これ。出てんの何これ。タイミング、敵の攻撃をそれでかわすんですよ。はいはいはい、ルーモスしか出ないって。変えて変えて変えて、ちょっと待って待って、変えて変えて。はいはいはい、来た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 。あ、 OKOKOK、 あ、いいですよいいですよ。いいよ、あ、いいよ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 。あ、いい、グレシアス放ってる。三角、三角越して、今三角、今三角、そう、はいはいはい、よしよしよし。これ丸丸、丸が、丸の円が縮んできたら丸。なるほどね。そう、あ、そして、あ、いやー、もうこういうの、あ、もうどん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 、あ、なるほどね。そうそうそう。お、あ、何何、石化してる、やばい、助けて。でっかいの来た。ルーモスルーモスルーモス。はい、ブリングして、いいよ。通常魔法も、あ、いいよ。はい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 、丸丸丸丸丸、あ、いい、慣れてきてる、また丸、慣れてきてる。はい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 、で三角、お、すごい、はいはいはい、おー、来た。よし、じゃあ最後は闇の古代魔法です。闇の魔術、はい、からの、わかった、つかみました。つかみましたか。はい、あ、素晴らしい。ほい、はい、苦しいよ、苦しめ苦しめ。アバダケタブラがそろそろ回復しますよ。きた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 。大きいのに打ってね、いくよ、大きいのに打ってね。大きいのに打ちます、いきます。慎重、慎重に刺した。いや、ちっちゃいのに当たってるって。ちょっと待って、ちっちゃい、いいっすよ、いいっすよ、いいよ。どんどんもう通常も、はい、はいはい、あ、いい、古代魔法来た。おー、あ、まだいる、まだいる、お前はこうだ。お、
おっ、そしてそしてこう、あめちゃくちゃだもん、からのこう、うわよし、おということで見事クリア、おめでとうございます。めっちゃおもろいやん。おもろいっすね。めっちゃおもろいやん。やっぱいいですね。いや、なんかリアルだね、はい、動きがやっぱいいですね、本当にね。さあ、ということで、3つのチャレンジすべてクリアとなります。やった。なので、ちょっと視聴者プレゼントが獲得ということで、これのためにやってたんだ。そうなんですよ、はいはい。皆さんにね、ちょっと当たるかもしれないということなので、詳しくは、SNS をチェックしてみてください。はい、そのプレゼントとは、いや、これから買いに行きましょう。ここでね、はい、あのプレゼントは、この、ワーナーブラザーススタジオツアー東京、メイキングオブハリーポッターの内でのグッズショップで買ったもの、買ったもの、選び抜いたものをプレゼントということで、間違いないですか。はい、間違いありません。よし、よかった、じゃあちょっと、後で買いに行きましょう。はいはいはい、行きましょう。さあ、ということで、いかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃ楽しかったけど、ちょっとバタバタだったか。もうバタバタすぎて、これちょっと見てくださいこれせっかく書いたのに全く触れられなかった。もう完全に忘れてました。これ作り込みがすごいよ。作り込んだんですけど、いや、でもね、よかった、よかったね。よかった。もっと見たかったんじゃない。もっと見たかったっすね。はい、はい、いや、まだね、今回紹介しきれなかったものいっぱいあるんだけども、あの皆さんね、ぜひこっちに、ここに来る際にはですね、本当にもう隙間もうなくというか、もう隅々まで、まあもう余裕を持ってね、見てね、楽しんでいただきたいですね。はい、はい。さあ、そして、この魔法ワールドの世界をゲームで楽しみたい方は、ぜひホグワーツレガシーをね、いや、ついに任天堂スイッチで発売となりますので、よろしくお願いします。楽しかった、久しぶりにやったけどね、久しぶりに僕は初めてやったんだけど見たけどね、いや、楽しかったね。いや、楽しかったですね。またやりたいですね。はいはいはい、はい、さあ、ということで、本当にもうね、オープンしちゃうみたいなんで、やばいよ、はい、はいはい、ちょっと我々は、はい、帰ります。はいということで、またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。うわー、すげー。すごいよ。じゃあちょっとプレゼント選びますか。うわ、ちょっとありすぎじゃない。めちゃくちゃあるよ。いや、すごいな。あっちとかもね、ウィンとかもあるしね。バタビールかな。うわー、あ、かわいい、ね、かわいい。サインはしづらい。これそうですねあ、ニフラ。あ、ニフラ。ニフラ。これは個人的にね。これかわいい。買って、あ、ちゃんとポッケもついてる。本当だ。まさか。入ってない。入ってないか。コインは入ってない。入ってない。コインは入ってない。かわいい。いいっすね。何がいいんだろうか。まあ、書きやすさで言ったら、まあ、こういうトランクとか。これ？あ、でもいいかもね。ホグワーツトランク。かわいい。うわ、杖も。うわ、こっち杖ゾーンだ。すごい、中ちゃんと木なんだよ。うわ、すごい、すごい、すごい。これか。あ、これいいんじゃないですか。これにシュッて、これにします。